バクセ、バクセ、本当に戻ってやがった。ああ、俺も二度と戻らないと思ってた。7年も経ってるんだぞ。当時負けそうになったことをまだ怒ってる？おい、ふざけんな。だってそうじゃん。あれから状況は大きく変わってんだよ。それは間違いない。今は誰が町を牛耳ってるかってことをあいつに教えてやるさ。矢をこそテレビこそが主役の世界、戻ったことすぐに後悔させてやる、見てろ。カメラいいか、行くぞ、さあ最初のニュースは、7年も行方をくらませていた誰かさんが街中で目撃されたとか、誰か気づいて誰が喜んだ、早速見ていきましょう。あのラジオ悪魔が戻ったらしい。何のため？我々の暮らしはどうなるのでしょう。ご心配なく。なぜなら彼は負け犬で古臭くて言いたくないけど、腰抜けやろう。これは運命なんです。みんなテレビに釘付けです。ラジオなんてもう古い、時間がもったいない、聞くだけ無駄です。いい休暇だったか知らないけど、戻っても無駄。奴が消えてから主役はテレビ、ラジオはもう腐り果て。奴が消えてから地獄は最高。皆様、それではラジオの時間です。残念ながらセンスのある放送が地獄ではしばらくなかったようで、お待たせしました。古臭い声だ。テレビとかいう虚勢ばかりの二番煎じより、こいつ理想だけのメンヘラボックス、目先の流行りばかりに夢中。でたらめ言いやがって。どれもうまくいってない様子。テレビこそ未来、奴は手前のゴミ。果たしてボンアクスのカリスマは本物、それとも全部仲間のおかげ。バカ言うな。そしてそのチームに私を誘った。断られて濡れてるみたい。もう限界だ、公開処刑してやる。おっと、映像が乱れてるよ。ぶっ殺してやる。残念、電波障害です。見せてやる、この世界の主役が誰か。きっと後悔するさ、俺が戻るから。ふわー、ハハハハック。